ったんですけど、ほんと時間なさすぎてドッタバタドッタバタって感じでやらせてもらってましたので、本当にね、エイトが好きで AKB ではない。はにゃ？エイトが好きってことですね。ダンス選抜見たかったな。もうね、楽しかったです。ビアミさん、ポンポンプリン、キヒラさん、くるみちゃん、カズト先生さん、だるま、ありがとうございます。カバケツさん、プリンちゃんと、シナモンはありがとうございます。ニニギさんもイキイラさんも、マユさんもクロミちゃんありがとう。ノーノーメンバーはね、ちょっと前に聞いてましたね。そう、ちょっと前に聞いてて、聞いてたんですけど、ごゆうさん、ちょっと待って、これも全然名前が脳が回ってない時間にいつもショールームやるからさ、本当に出てこないんだよ、名前が。シナモンとかいろいろありがとうございます。みーちゃんに会えた？会えた。みーちゃんと、みーちゃんと中野さんに会えた。休止だから再開するって、逆になんだっけ、解散だったら解散って発表すると思うんだよね、どっちかというと。そう、だから私たちも、私たちも、はい、信じてます。今日ちょっとマスクメロン大福もらった、フルーツ大福もらったんだけどさ、食べれなかったからほいって、入れてきたらなんかすっごいぐちゃぐちゃになっちゃった。いっか。でもみんなね、やっぱりエイトは本当に絆が深いですし、本当に絆が深いし、誰かが何かしたらみんなで本当にワンフォアオール、オールフォアワンのチームですね、を具現化したようなチーム。え、これどうやって開けるの？みんなどうやって開けてたんだろう。こうか。ん？あ、こうかな。あ、やばい。出てきておる。ちょっとやばいかもしれないね。ちょっとやばいかもしれない。これ冷やした方がいいやつ、もしかして。4月あー泣ける。ちょっと待ってねえ、本当に食べればよかった。私ちょっと消毒してますんでご了承ください。あ、やば。いや、これで。悲しい。あ、
My goodness。 まあ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 、このまま食べちゃいましょう。いただきます。まあ持って帰る途中にこうなるとは思わないよねっていう。メロンの水分だろうね。これ電気消そう。あ、くら。今日めっちゃダンスパフォーマンス良かったぜ。本当に嬉しい。ちょっとこうじゃない、もう。あ、こう、あ、これが正解な気がする。やば、ちょマジかって感じで。あ、やばいやばいやばい。これだけ捨てますね、ちょっと私。チーム8トレンド入りね。というか普通にね、もうなんかコロナとかの影響で地方イベントとかがもうね、に行けないっていう状況がずっとでしたからね。相当メロンが甘くて成立しなそう。え、めっちゃ甘いです。うん、いちご大福めっちゃ好き。メンバーメンタル、うーん、そうですね。でもチーム8は今後休止しようと、今後休止しようと、この先何十年、何十年経つかもあるか分かんないけど、必ずね、解散っていうのもね、必ず訪れるわけですけど、多分チーム8っていうチームは本当に永遠に残ると思うんですよね。だから活動が休止するだけで、私たちはチーム8っていう、ここチーム8魂がここにみんなありますから。う
だから本当にね、今日そのめっちゃひいきするわけじゃないけど、なんて言うんだろうね、チームエイトメンバー、あの後ろにねモニターが3もう何個かあって、みんなねそれぞれなんか見たい時に見てたみたいな感じなんですけど、チームエイトメンバーやっぱり本当にステージ慣れしてるなというか、大きいコンサート会場とかいろんな全国の会場を回ってきたがのっていう経験があるからかわかんないけど、本当にエイトメンバーこういう場慣れてるなって本当に思った。慣れてるし、すごくみんながみんな成長していくからすごいね、今日もみんな可愛かったです。私のものは奪われてしまった気持ちです。奪われた、奪われたって思うかもしれないけど、実際には自分の手元にありますからね。最強、本当に私はね、申し訳ないけど、どのチームよりもどのアイドルよりも一番最強だと思ってる。そう、チームメイトは休止ですけど、チームメイトメンバーはそれぞれ今兼任してるチームで頑張って、こうレベルをこうグンって上げて、またみんなで活動再開できたらいいねってみんなで話してます。もう分かんないけど頑張るのみですね。てか充電がやばい。もう佐賀県代表でも、チーム8の佐賀県代表ですから、それはもう変わりありません。休止してるだけですってなりますからね。竹本さん、くるみちゃん、ありがとうございます。だからやっぱりどのチームにも、どの我よりも、今年の春でチームメイトの初期が一気に卒業してると怖い。私はでも8の先輩にならついていきたいって本当に思う。先輩というか8のみんながいてこその私。私はね、私は個人的にはあの申し訳ないが、チーム8ありきの AKB なので、チーム8のみんなとか、チーム8の先輩が、先輩というかチーム8のみんながに行きたいなって、みんながどうするかわかんないけど、チームメイトの好きなところは、みんながチームメイトを好きなところ、本当にね、みんな今日もね、もうみんな今日発表されるのが知ってたので、集まろうって言って8でエンジンして、まあ今日8の曲はなかったんですけどねそう、まあ、新チームコンサートなんで新チームのお披露目って感じだったんだけど、みんなでチーム8
エンジンしようって言ってエンジンして、そういうとこが好きですね。まあ涙を流しちゃうことがもうみんなね、やっぱりそんな感じでしたけど、うん、今日のコンサートはうちらが盛り上げる気で行きましょう、チームメイト行きましょうって言って、みんな個々のチームでエイト魂を燃やして頑張ってくれたんじゃないでしょうか。いや本当に、でも今日のチームエイトメンバーガチで可愛かった。他のみんなもビジュアルがもう爆発してたんだけど、そう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 、逆に多分普段見てるからこそね、え今日めっちゃ今日どうしたっていうね、本当に可愛かった。みんなまた明日明後日もエイトのイベントもコンサート見れなくなると生きがいがなくなる私もエイトでいられないのは生きがいがもうえらいこっちゃって感じですけどね。オニオンナイトさん、ポンポンプリン、シナモンありがとう、くるみちゃんもありがとう。ここに高いスキル持ったメンバーばかりだった。まあそれはそうね、てかね、みんなで一緒にいろんなことを経験してきたし、ここ本当に組閣っていうものがなく、本当にずっと一緒のチームだからね。ファン辞める人も多そうそれやめないでくれ、チームメイトの存在がもっと薄れちゃうでしょうそれだと。だからチームエイトは俺らが守るんだって気持ちで続けてほしい。ファンをエイターとしてエイトは俺らが守るんだって感じで、逆にねもっとエイトを守ってください。待って今何分？ 2、38分か、そんな感じ？そんな感じ。最後の最後テンションダダ落ちになりました。そうだよね、うん、そうだよね。セニゴもあるパーソナルクマバリの気持ちで頑張っても、もうよろしくお願いします。明日、そうね、明日はちょっと早いんだけども、起きれるかなっていう。一瞬コンサート発表だけかと思ったのに。そうだよね、でも多分ね、そうだね、リップグロスの歌詞も染みてくるもんね。おお、なんだなんだ、グロス、運命
イナンとメイドキャ、それな、私運命の歌大好きなんだけど。もうさ、しかもさ、運命の歌を踊るサキさんが好きなんです、私実は、歌詞に触れた。いや、リップグロス泣けるんだよね、あの後のリップグロスはね。特に、ね、もし何かあればすぐ駆けつける、その約束に嘘はないとかね。いいね。歌うま選抜は納得。なんだっけ運命の歌はファーストジェネレーションですね。これ2番もいいんだよね。季節もいつか過ぎていくように別れはやってくるんだっていうね、すごいいい歌詞。いや、47の歌詞はもうね、勝てんよ。私的にはもう AKB のどの曲も勝てないと思ってる。すごい綺麗だった。やったー、ありがとう。あ、違うわ、これこれじゃない、これじゃなくって私、やっぱね、それぞれ思うこともあるし、みんなチームエイトがありきの AKBAKB っていうね。青い空見上げるたびに浮かべる、思い浮かべる歌、めっちゃいいじゃないですか。私はでも47と一生の間にがツートップ、 AKB48 の楽曲で、 AKB グループの楽曲でツートップです。見るたびどんどん可愛くなるな。なるな、ありがとう、嬉しい。火の押しの火方かな。ありがとう。男性物に絶対出てくれると思った。やった、どうでしたか。でも私本当に今日はちょっとね、もう一回やりたい。一緒のうちのあの出会って次の人に行く振り付け、私もやってみたい。え、やってください。あれいいよね。私あの本当やってる側はね、たまにちょっとたまに急にやると困惑する曲なんですよ、あれは実は。そう、オレンジ黄色サイリウムいましたよ。うっそー、ありがとう。ね、でもまだあと半年。ご提言出演してる全員チーム長の席しました。そうね、明日はアリーナの7つ目で見ます。ありがとう。ノーエマン最高やった、2回目ありがとうございます。チーム4の黄色振ってる振りして、オレンジも一緒に振りました。めっちゃいいやん、ありがとう。
Thank you, thank you。 ご飯食べた、食べた。あたいはご飯食べました。あのお弁当ね、なんか鶏の最強味噌焼きみたいなの食べました。おいしいよ、おいしいよ。美味しいよ。すごいいろんなのがさ、トレンド入ってますね、今日の。今日のいろんなのが。あ、ダンス選抜も入ってる。やったにゃん。ダンス選抜入ってるから今のうちにツイートしとこう。飲めよ、鳥肌立った。やったね、ありがとう。私もダンス選抜よって。言っとくわ。あれこれ載せたっけ。ゆきたんさん、キラキラキラピ、ありがとうございます。衣装かわいいよね。ダンス選抜がトレンド入りをしている。No way, mom. みさんもみんなも AKB に残ってくれますよね。それは分かんない、正直。けどついてい、もっと8の、もっともっと、そうですね、
そう、キラキラ塗ってます。キラキラ高そう、高そう、高そう、高そうって何？これ100均だよ。100均のキラキラが話題になってるの知らないでしょ。ヨコちゃん来てたけど会えた。中野いくみにも会えた。私中野いくみと本当にご縁あると思う。本当にさ、なんか至る所で会うんだよね、本当に。至るところで会う中野郁美さんに本当にびっくりするぐらい。アンコール明け村山と肩組んで出てきて震えたおもろい。村山と肩組んで出てきました。こうやってこんばんは。ひかるちゃんが心遣いに感謝してました。優しい子なんだね。あ、私に？私が？ん？私に？何もしてないわよ。54分。なんかこれからの抱負とかいかがです？頑張ります。私基本的に抱負がないんですよね。抱負というかその日その日でこう生きてる
って言った方が正しいかな。だから今後の抱負はとか言われてもさ、わかんないんだよね。うん、難しいんだよね。じゃあ今後の今年の抱負を教えてくださいって言われても、しっかり生きることってなっちゃう。本当にそうなんで、そんな感じで生きてるので、しっかり生きることですね。そう、ネイルもキラキラ。実はここ8なんです。ここもなんもないと思いきや、ここもなんもないと思いきや、こういうね柄を刻んでます。かわいいっしょ。8、ここに8を刻んでます。私これで明日も頑張ります。私も明日をしっかり生きるよ。それが大事。大好きで綺麗でかっこよかった。やったー、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。明日はしっかり行きたいと思います。本当にね、本当に明日もしっかり生きること、これが私の抱負です。そうだから抱負苦手なんだよね。でも私は倉野成美っていう人についていきたい気もする。倉野成美についていきたい。じゃあ59分なのでランキング言います。13位チョロさん、12位サイドディムさん、ジジウロスさん、10位ユキタンさん、9位つむじかでさん、8位 MT07 さん、7位ジョックスノーさん、6位いっちゃんさん、5位しっぽさん、4位アヌネさん、みさく最高、3位横吉さん、2位オムライスさん、1位竹本さんでした。2785人の皆さん本当にありがとうございます。それでは明日武道館なので早く寝ましょう。おやすみなさーい。バイバーイ。